子の描いた五角形だ。記憶障害も出ている。家の電話番号を書いてもらえればいいんだけど。まさか。すぐ調べます。健太くん、腰椎穿刺っていう検査を受けてもらいたいんだけど、どうかな。え、君の痙攣発作は5年前の怪我のせいだと思ってたけど、他に理由があるかもしれない。最近物忘れがひどくなったって感じたことない？少し。喋りにくいって感じたことは？正常圧水頭症。だから脳室が拡大してたんですか。君の脳と脊髄を取り囲むように流れている髄液が5年前の怪我の影響でうまく流れなくなって脳室という場所に溜まっている可能性があるんだ。水頭症の症状は大きく3つ。